今週のキーワードは新疆麺の使用中止です中国の新疆ウイグル自治区で生産された新疆麺の使用をやめる動きが日本企業の間で広がっていますなぜでしょうか新疆麺は安価で高品質日本でも多くの衣料品に使われていますその新疆麺をめぐってユニクロのシャツがアメリカの税関で輸入差し止めになりましたね中国の麺化生産は世界にいて その大半を新疆面が占めています中国が少数民族ウイグル族を強制労働させているとして人権侵害が問題になっていますアメリカは今年1月新疆ウイグル自治区の団体が関わった綿製品輸入を禁止しましたユニクロはこの団体が製造した面を使った疑いがあるとして輸入が差し止めになりました一方ユニクロは弊社製品の生産過程において強制労働が確認された事実はありませんとしています これまで新興面を使っていた水野やワールドは使用の中止を決めたということですがアパレル各社はどのように対応していくのでしょうかアパレル企業50社の対応がこちらです4月上旬から聞き取り調査し19日までに37社から回答を得ました新興面を使っていたのは14社でしたワールドは新興面の使用を確認できた商品で中止を決めました人権侵害の疑いを踏まえ そうしたリスクがある以上販売することは今の段階では控えるべきだとの立場です産業紹介や無印良品を展開する良品計画のように使用継続すると回答した企業もあるんですね新興面の使用を続ける企業は強制労働などが確認された場合は取引をやめると回答していますはゴールホールディングスは強制労働がないようサプライヤーに求め自社でも確認していると話しています 良品計画はインド産の面の方が使用量は多く、仮に新京産をやめても、ビジネスは継続できるとした上で、監査にベストを尽くしており、確認できない状況で中止するのは、現地の雇用に影響を与えるとの立場です。一方、調査中と答えた企業は7社ありました。新京麺を使っているか使っていないか、生産履歴の追跡は難しいのでしょうかアパレルの場合、取引先の工場は服を作る縫製工場だけでなく、生地を作る素材工場もあります。 工場が下請け企業に外注している可能性もあるため、サプライチェーンが複雑になりやすいのが特徴です。サプライチェーンの透明性を高める動きは製造業が先行していますが、アパレル業界ではどう対応していくのでしょうか。ワークマンは中国の縫製工場で外部監査を行っていますが、生地を生産する素材工場も外部監査の対象に加えます。これまでアパレル業界で生産地の工場を開示する日本企業はファーストリテイリングなど一部にとどまっていました。ただ、 人権問題の関心を高まりを背景に方針の見直しを迫られていますそれでも新興面の使用を続ける企業がありますが使用をやめるリスクというのはどんなところにあるんでしょうか使うのをやめれば中国国内で反発を買い不買運動の標的になるリスクもあります日本の国内市場が縮小する中企業は大市場である中国への依存度を高めていき、収益への影響も無視できません逆に使い続けることで欧米や日本で批判される恐れもあり 企業は板挟みになっていますアパレル企業に限らず幅広い企業に影響する話でこれまで以上に企業は人権や差別環境など社会的課題を侵害していないことを確認し公表すすることが重要になっています中国によるウイグル族の強制労働が人権問題となりウイグルで生産された新疆面の使用を控える動きに発展しました。 企業は原材料をどこから調達したか、サプライチェーンを透明化し、社会的責任を果たす必要があります。今週もご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメント欄に感想を寄せください。日経電子版ではただいま、春割キャンペーンを実施中です。この機会にぜひお申し込みください。